イワン・コロフは、カナダ・オンタリオ州出身のプロレスラー。第3代、WWWF 世界ヘビー級王者。北米での発音は、アイヴァン・コロフ。少年は1936年とも言われた。現役選手時代は、ロシア系ギミックの悪役レスラーとして活躍し、日本では、ロシアの会合、ロシアの来帝などの異名で呼ばれた。1965年。 アイルランド人のレッド・マクナルティを名乗って地元のオンタリオにてデビュー。1967年9月にはこのリングネームで日本プロレスに初来日している。1968年、髪を剃り上げてコサック帽とブーツを身につけたロシア人のイワンコロフに変身。ハンス・シュミットやエドワード・カーペンティアなどの大物と対戦して実績を積み、 モントリオール地区のインターナショナルヘビー級王座を獲得した。1969年の下期より、WWF w、F、に登場。キャプテン・ドゥ・アルバーノをマネージャーに、ゴリラ・モンスーン、ビクター・リベラ、チーフ・ジェイ・ストロンボー、ドミニク・デヌ・ーチラを下して、ヒールとしてのステータスを高め、1971年1月18日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、 ブルーノ・サンマルチノを破り、第3代の WWWF 世界ヘビー級チャンピオンとなる。翌月の2月8日に、ペドロ・モラレスに敗れた命王者に終わったものの、約8年間にわたって、ニューヨークの帝王に君臨していたサンマルチノから王座を奪ったことで、一躍、トップスターの仲間入りを果たした。その後は元、WWWF 王者の肩書きの元各地で活躍。 同年6月には、エース級の扱いで、日本プロレスに再来日し、6月29日に、東京都体育館にて、ジャイアントババのインターナショナルヘビー級王座に挑戦。7月1日には、ダッチサベージと組んで、勝利法のインターナショナルタッグ王座にも挑んだ。翌1972年はアワに参戦して、ビル・ロビンソンやクラッシャーリソワスキーと、構想、バーン。 ガニアのアワ世界ヘビー級王座にも挑戦した。1973年4月にはアワとの定型ルートで国際プロレスに来日。4月18日に土浦にてマッドドックバションと組んでストロング小林グレート草津から岩世界タッグ王座を奪取。4月30日に足立区体育館にて草津ラッシャー木村を退け初防衛に。 成功するが、5月14日に、船橋で、草津木村に脱会された。シリーズ最終戦の5月15日には、大宮スケートセンターにて、小林の岩世界ヘビー級王座にも挑戦している。1974年は、NWA ミッドアトランティック地区を、主戦場に、5月10日に、ダン・ミラー、10月30日に、ポール・ジョーンズを破り、 ミッドアトランティック TV 王座を2度獲得。チャック・オ・コーナー、リップ・ホーク、スーパー・デストロイヤー、ジョニー・バレンタイン、そして、若手時代のリック・フレアー・ラ・ヒール勢と共闘し、ソニー・キングタイガー・コンウェイ・ジュニアの黒人コンビや、和風・マク・ダニエルと交想、アンドレ・ザ・ジャイアントとも対戦した。1975年10月より、WWF に再登場し、 チャンピオンに返り咲いていたサンマルチの2連続挑戦。同年11月、新日本プロレスの闘魂シリーズ第2弾に後半戦特別参加で来日。クレッグ・バレンタインをパートナーに、アントニオ・イノキと坂口誠二の北米タッグ王座に挑戦した。以降も新日本プロレスの常連外国人となり、1976年9月3日には愛知県体育館にて、 WWWF での名優スーパースター、ビリー・グラハムとの怪力コンビで、坂口ストロング小林の北米タッグ王座に再挑戦。同年末の来日では、12月2日に、大阪府立単位区間にて、初期の NWF ヘビー級王座に挑んだ。翌1977年は、フロリダにて、ミスター・サイトや、パット・パターソンとのタッグで活動。 シングルでは5月24日にスティーブ・カーンを破り、フロリダ版の NWA 南部ヘビー級王座を獲得したが、9月27日に因縁のペドロ・モラレスに再びベルトを開け渡している。その間の6月18日には、インディアナ州インディアナポリスで、ディック・ザ・ブルーザーから、ワウイ世界ヘビー級王座を奪取、以降もブルーザーを相手に、同王座をめぐる構想を展開した。 この時期より、ウェイトダウンを試み、重厚なパワーファイターから機敏性のある、ラフファイターへの肉体改造を行う。以降、エディ・グラハム主催のチャンピオンシップレスリング、フロム・フロリダ、ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリング、ジム・クロケット・ジュニア主催のミッド・アトランティック、チャンピオンシップレスリングなど、南部の NWA 県を転戦しつつ、1978年には、 MSG で新王者、ボブバックランドの WWF ヘビー級王座にも挑戦するなど、NWA と WWF を股にかけて活躍。ジョージアでは1979年にオレー・アンダーソンとタッグを組み、トミー・リッチスタン・ハンセンなどのチームを破りジョージアタッグ王座を再三獲得した。モスクワオリンピックボイコット問題で、 ベースの対立構造が激化した1980年代、初頭は、ジョージアで、アレックス・スミルノフ、フロリダで、ニコライ・ボルコフとロシア人タッグを結成し、ジョージアでは1980年4月24日に、ケビン・サリバントニー・アトラス、フロリダでは8月7日に、ジャック・ブリスコジェリー・ブリスコを破り、各地区のタッグ王座を獲得。フロリダでは、 ダスティローデスやバグジーマグロを相手に、得意のロシアンチェーンマッチをはじめとする各種のテスマッチで構想を展開するなど、大ヒールとなって、観客をヒートアップさせた。ミッドアトランティック地区では1981年2月22日、レイ・スティーブンスと組んで、ポール・ジョーンズマスクド・スーパースターから NWA 世界タッグ王座を奪取。4月16日には、 リッキー・スティム・ボートを破りミッド・アトランティック、ヘビー級王座を獲得し、11月3日にはロンバスから TBO 王座をダッシュ、以降もジミー・バリアントラとタイトルを争った。1983年より WWF に復帰したが、翌年にスタートしたビンス・マクマホン・ジュニアの全米振興サーキットには参加せず、ボブ・バックランドがアイアン・シークに WWF 王座を明け渡した1983年12月26日の MSG 定期戦を最後に WWF を離脱。以降、WWE のリングには上がっていない。1984年からは、フルスのミッドアトランティック地区に定着し、ニキタコロフやクラッシャークルスチェフとのロシア人、ユニット、ザラシアンズを結成。若い彼らを指揮するアンクルアイバンとして、 ロードウォリアーズやロックンロールエクスプレスと構想を繰り広げた。その後もウラジミール・ペトロフやパワーズ・オブ・ペインを配下に同地区のプレイングマネージャー的な存在となって活躍した。1988年下期からはベビーフェイスに転校、同年12月26日のスター・ケードではジャンクヤード・ドッグとタッグを組み、旧敵ポール・ジョーンズ率いるラシアン・アサシンズと対戦した。 WCWA の移行期でもある1989年に NWA を離れ、1990年1月には全日本プロレスに来日、昭和の日本プロレス4団体制覇を果たした。1992年3月にはに来たと同様に、追いという設定のウラジミール・コロフを帯同し、WING に来日している。その後もアメリカやカナダのインディー団体への出場を続け、 若手時代のキットキャッシュのマネージャーも務めたが1994年に引退。引退後は新聖キリスト教徒となり長年の主戦場だったノースカロライナに居住。2007年には編集者との協調による自助伝が出版された。2017年2月18日、肝癌のため74歳で死去。ありがとうございます。